はい、道山です。家庭教師の選び方がわからない、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は成績が上がる家庭教師の選び方、これについて紹介したいと思います。というのもですね、家庭教師というのはうまく利用すれば、成績アップにすごく役に立つんですよね。一方間違って選んでしまうと、もうお金だけが無駄になって成績は全く上がらない、こんな状態にもなりかねません。さらにですね、いい先生に出会うと成績が上がるのはもちろん、新しい価値観とか新しい世界を見せてくれたり、先生もそういう先生もいます。例えば僕のね、過去にサポートしてきた方だと、ずっと不登校で悩んでいたと。で、家庭教師の先生をつけたら家庭教師の先生がすごく話が上手くてね、それで学校に行けるようになったって方もいらっしゃるぐらいなんです。本当に子供の人生を変えるかもしれないのがこの家庭教師の先生なんですよね。そこで間違って選んでしまう前に、今日は、おすすめのね、家庭教師の選び方とかね、まあ、おすすめの業者とか、この辺をね、詳しくお話ししていきたいと思います。これから家庭教師を使って成績を上げていきたいという場合、今日の内容を参考にしてみてください。はい、ではまず最初に家庭教師で成績が上がらない子の特徴っていうお話をしたいと思います。結構ね、勘違いされている方がいらっしゃるんですが、家庭教師をつければそれだけで成績が上がるって思われている方結構いらっしゃるんですね。でもこれはね、完全に勘違いです。なぜかというと、家庭教師はあくまでも補助的な部分なんですよね。成績を上げる一番の部分ではないわけです。なのでここはね、勘違いしないようにしてください。じゃあ具体的にどういう子が上がらないかっていうと、まあ、いろいろあるんですが、大抵2つに分かれます。1つはそもそも選び方を間違えている。今日お話しする内容でしっかり選べてないってことですよね。これが1つの条件。もう1つはそもそもやる気がない子です。まあ、たまにね、素晴らしい家庭教師の先生がいて、上手にやる気を引き出してくれる子もいます。方もいます。ただ、そんな方はね、稀です。基本的にはお父さんお母さんがしっかりやる気を出して、やる気のある状態で家庭教師の先生にお願いしないと成績は上がりません。なので、まずはお子さんのやる気を引き出す。そして、やる気が出てきた。じゃあ、どうやって勉強し、やっていこうか。その時に家庭教師を検討するっていう流れ。これをね、まずは間違えないようにしてください。はい、次に成績が上がる家庭教師3つの条件という話をしていきます。じゃあ実際にどういう先生を選んでいったらいいのか。今から言う3つに当てはまる先生は、まあ、子供がやる気がある状態でね、その先生に来てもらったら、おそらくね、成績上がっていくと思います。1つ目の条件が熱意があるということですね。そもそも教育に熱意がある。例えば将来教員になりたいと思っているとか、そういう子供が大好きとかね、そういう熱意がある方の場合は、まあ、おのずとね、よし頑張ってあげてやろうって気持ちが出てきますよね。だからこれ成績上がりやすくなります。一方熱意がない方というのはね、まあ言い方悪いですけど、ただのバイトという感覚でやっているので、なかなか成績上がらない可能性があります。もう本当ひどい場合は、子供がなんかね、問題解いてる間に自分でなんか携帯でゲームやってるとか、そういう先生もいるので、ここはね、熱意しっかり見るようにしてください。2つ目、子供が会いたいと思っている先生です。まあ、いわゆる相性ですね。どれだけ熱意がある先生でも、ちょっとこの先生私会いたくないんだけどっていうような先生だったら成績は上がりません。なぜなら子供がね、いずれ休むようになっちゃうからですね。なので、そもそも子供がその先生のことを気に入っているかどうか、これは必ずチェックするようにしてください。最後3つ目、遅刻しないです。遅刻しない、これもね、過去にありました。すごくいい先生なんだけど、毎回遅刻してくるとかね、もうコロコロ日程を変えてね、今週は月曜って言ってたのに、急にね、日曜日の夜になったら、なんかすいません、月曜がダメになったんで水曜にしてくれませんかっていうメールが頻繁に来るみたいな。もうこういう先生は結局家庭教師という仕事よりも自分のね、プライベートを優先してるんですよね。つまりこれ、熱意がないってことにも言えるわけです。なので、こういう先生は基本的にはやめた方がいいと思います。なので、今言った3つの条件、熱意がある子供が会いたいと思う、遅刻しない、必ずこれをね、満たしている先生を選ぶようにしてください。逆に言うと、今現在契約している先生が、熱意がない、子供が嫌がっている、遅刻するっていう条件を満たしていたら、おそらくこのまま続けていっても成績上がらない可能性があります。現時点で多少でも上がっているんだったらいいかもしれませんが、なかなか上がっていないんだったら即座に変えてもらった方が、今後のことを考えるといいかと思います。はい、次に業者と個人、どっちがおすすめというお話をしていきます。まあ、選んでいくときにね、家庭教師業者を使うか、個人で契約をするか、これもね、結構悩むところだと思うんですよね。で、これどっちがおすすめかというと、正直ですね、その家庭によって違います。どういうことか、それぞれのメリットデメリットがあるからですね。まず最初に業者を通すメリットは 何かというと、もうとにかく楽ということです。もうお金さえ払えば、お子さんに合った、ね、先生をね、どんどん紹介してくれるので非常に楽です。ただ、まあ、デメリットとしてはやっぱりね、ちょっと普通に契約するよりも業者の仲介手数料が入るので、ちょっとだけ割高になるっていうことですね。
まあ、あともう一個ね、大きなメリットとしては、家庭教師の先生って結構大学生の子が多いんですよね。となると結構例えば4年生で卒業したらね、辞めちゃうとかっていう方もいらっしゃいます。その場合に次の先生探すのって結構大変なんですよね。その時に家庭教師業者を通していると必ず次の人を紹介してくれるので、そういう楽さっていうのは非常に大きいと思います。一方、個人で契約する場合は、まあ、とにかく、まあ、業者と比べると少しお得に契約できるっていうのは一番大きなメリットですよね。一方、デメリットとしては自分で探していかないといけないので、少し手間と時間がかかるということです。まあ、なので、まとめると、もうお金を使って楽にやりたい場合は業者を通す。少し時間がかかってもいいから、まあ、とにかく安くやりたいっていう場合は個人で探していくっていう、どっちかでね、選んでいただくといいかと思います。はい、では次、家庭教師業者の探し方、これについてお話ししていきたいと思います。じゃあ実際どういう業者を選べば、いいか、まあ、いろんな、ね、家庭教師業者あると思うので、そこからね、どこに、ね、お願いしていくかってことですよね。これも選び方はね、3つ条件があるのでちょっとね紹介していきます。まず1つ目は先生の数が多い業者、これはねおすすめです。なぜかというと、何かね、その子がね、この先生ちょっと無理だなってなった時に次の人をねすぐに紹介できるからですね。仮にじゃあ契約してる先生が10人しかいなかったら、その子にね、もし合わなかったら次の人を紹介しようと思っても、残りのじゃあ9人がね、他の子たちのね面倒を見てたら、もう次の替えがなくなっちゃいますよね。もうこれほぼ個人契約と同じになっちゃうので、少なすぎるところはやめた方がいいと思います。二つ目、コスパですね、コスパ。やっぱ業者によってはコスパが非常に悪い。つまり、費用が非常に高いところがあります。まあ、業者によってはね、なんか、一見すると安そうに見えても、教材代が非常に高いとかね、そういう業者もあります。なので、コスパが悪いところはやめるようにしてください。はい、あと三つ目、これサポートがしっかりしているっていうことですね。まあ、家庭教師業者というのはあくまでも仲介をしている仕事なので、例えば先生がね、なんか、対応が良くなかったら次の人を探してくれるとか、これが仕事なんですよね。だからつまりサポートが仕事なのに、サポートが良くなかったら業者を通すメリットがなくなっちゃいますよね。だからいい業者っていうのは、例えば電話したらね、ちょっと先生、今来ている先生がすごく態度が悪いので次の方変えてくださいって言ったら、あ、わかりました。じゃあ来週にはちょっと手配しますねってサクッと変えてくれるとか、こういう業者はすごく信頼できますよね。一方、そこで電話した時にね、いやいや、すいません、もうちょっと頑張ってください。せめて1ヶ月やってくださいとかね、もうなんかそれぐらいだったら我慢しないとダメですよとか言ってきたら、もうそもそも業者にお願いしてる意味がなくなっちゃいますよね。うん。なので今言った先生の数とコスパとサポート、この3つで、まあ、条件がいいところを選んでいくと、そんなに外れることはないかと思います。逆にこの3つが悪いところは選ばないようにしてください。はい、ということで今日は家庭教師のね、お話をしてきました。で、ここまで、聞かれた方の中にもしかしたらね、じゃあちょっと道山先生のおすすめのね、家庭教師業者教えてくださいよって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。僕のね、ホームページの方に実はね、おすすめの家庭教師業者をまとめたマニュアルがね、あります。こちら読んでいただくと、僕が今現時点におすすめしてる業者わかると思うのでね、よかったらそちらもね、見てみてください。実際に僕のね、メルマガ読者さんの中で家庭教師を利用されている方204人にですね、今どういう業者使ってますかとか、そこどうですかっていうのをいろいろ聞いて、その結果僕がね、あ、じゃあやっぱここは信頼できるなと思って紹介している業者をね、書いてあります。で、まあ、もしね、迷われたらそこを使っていただくと、そんなに失敗することはないかと思います。もちろん絶対ではないですけどね。はい、ということで今日は家庭教師の話をしたのでね、もしこれから成績を上げていくときに家庭教師利用されているという場合は、ぜひこの動画の内容や、あと先ほど言ったホームページですね、こちらの内容も利用してうまく、ね、選んでいただくといいかと思います。